リストということで、今会場前のメインゲートに来ています。ちょっとねゲートの前見てほしいんですけど、会場前にたくさんの人がね並んでくれています。今日はね、チケットが6000枚売れてるということなので、6000人の方がね来てくれると思うので、はい、楽しみですね。私たちもこうやってコスプレして中国の皆さんをねお出迎えしたいと思います。今から私たち D ラビッツが実際に、コース内をカートの方で回っていきたいと思います。行ってきます。 GO！ はい、スタートしました。まずは一番スピードが出る第一セクターですね。はい、そこから第一セクターが始まります。はい、ここから第二セクターですね。ここは外からねこうぐーっと回ってこう行って、この壁にねギリギリにならないようにぐーっと来まして、ずーっと第二で、でそこから第三セクターが始まります。はい、ここずーっと回って、ここから第4セクターですね。第4セクターに入りまして、はい、ここから第5セクターでぐるーっと回って、のりこさん運転うまいねすごい安定感あるはい、そしてここがフィニッシュです。ゴールです。いかがでしたかね皆さん。ちょっとドームだと、いつもと雰囲気違うから、すごいなんか新鮮でいいですね。すごいなんかお客さん近く感じる、いつもより。
壁が乗っちゃいました。とても楽しかったです。楽しかった楽しかったけどもう乗りたくないですよね。そう、まあ、確か先輩がもう早くて、そうですね、僕はまあ必ずついていこうかなと思って、みんなのなんかその1本目は 1.5 取れちゃったし、まあ、でも先輩はうまいからで、まあ、必ず 1.5 か 2.5 ぐらいにちょっとそのなんかいい走り、そのなんかみんなに見せたいなと思ってて、それで入っちゃって、それでちょっと合わせしすぎてて、ちょっとバックがそうですね、壁に寄りすぎちゃって、まあ、またスキーの機会があればそう頑張っていきたいと思います。いつもいつもありがとうございます。ありがとうございました。では、カムカム。これで僕のファンが10万人になりましたね。なんかユーチューバーみたいになってきたけど。あのでもどうですか、あの走ってみて。そうですね、まあ、また遠いだったんで、まあ、しっかり行かなきゃなと思って、ちょっと思ったより入れなくて、まあ、1ランクだったんですけど、まあ、1ランクで良かったなっていう、0.5 かなと思ったぐらいだったんで、まあ、先行は自分の走りするだけだったんで、まあ、いつもよりちょっと奥めで振り出して結構攻めたんで、ただ後ろも多分一緒についてきて、壁にちょっと当たっちゃってミスが出たっていう感じだったので、まあ先行は先行でちゃんと攻めてよかったかなっていう感じはしますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。昨日の優勝でかなりチリチャンピオンに近づいてたのは分かったから、うん、あえて計算しなかったのね。なんか調子こいちゃうから、そしたらやっぱりね、冷静に走れた。今日もこっちなんかなんかね、自分出せるね、なんかね、自由というかね、面白いよね、中国。いや、こんなスタジアムとかね、こんなスタジアムだって日本では走れないし、でもお客さんこんなに来て見てもらえるとかないし、今年慣れなかったらもう慣れないかもしれないから、本当にその辺はね、狙ってた。プレッシャーかからないように、もう本当に慎重にいってた。